いどうも赤星せよ赤星マシマシ TV お願いいたします。さあ来ましたよ、ラーメン二郎八王子野宴会堂店2ということでね、久々に野宴の二郎ですね、京王堀の内駅徒歩11分ということで川を越え道を越えるとあります、はい、まあ、結構ありますよ、山越え谷越えみたいな川越え道越えです、で野宴二郎2となってますが、もともと野宴二郎っていうのはですね、今南大沢駅にあるブンブン丸というブンブン丸、はい、お店があるんですが、そこができる前にその場所にあったんですね、で野宴街道でまた移転して2になった。そっけ一山以来ですね、ブンブン丸聞いたの元ヤクルトね、よく、はい、言われておりましたが、で清めにはね、小大プチポッチとあります。ポッチは女性限定のすごい少ないやつですね、それから季節限定なんかでトッピング増えるんで、これもかなり人気ですよってことでね、私今回つけが食べたくてですね、はい、大きいサイズのつけ麺を選んでおる、どんなにこれ買っちゃった、これです、まず汁の方がね、ちょっとドアップですけども、大漬けにネギを入れてね、ニンニクと油と辛めをマシマシにして、なんと野菜マシマシにしてません。あ、してないんですね、はい、というのもですね、マシマシにした場合、これ二郎ではおそらくナンバーワンの量が来るお店なんで、まあ野宴そうですね、そうなんで今回は漬けをかなり楽しみたかったので、野菜をあえて、ちょっとにしました、はい、でなんとですね、麺の上に何も乗らない、全て汁にぶち込みタイプという、0か100かの、これ染みてますよ、染みてますよ、初回私焼いた時はプチを頼んだんですね、2回目ショーでした。初めて大の量を選んでおります。次はポッチか減っちゃうのね、どんどんまあいきますよ、野菜からいきましょうね。僕はね、もうつけ麺を二郎系で食べるとなったらですね、やっぱこの野菜の料理かなというところを味わってます。味もねよくついてる、そうなんです、これが楽しみでいってるかもある、でね、今回はネギ入れてます。これネギはね、こうごま油で和えてあるんで、まるでね、新鮮に触れるかのような、すごく素晴らしいものに触れるかのような感じで、ネギ怒らせたみたいなことではないですよ、じゃないです、素晴らしい方です、はい、先にね、野菜食べ進めることによってね、汁の中の水分、流出を遅らせる効果、あります。さあ、豚はね、じっくり見ていきますよ、ね、まず、ほろほろとろとろなんですね、崩れてますね、そう掴んだだけで、隅々まで柔らかい。僕今回これをね、豚増ししなかったのは痛恨のミスです。あらま、はい、ただね2枚入ってます。見てください、なんでしょう、この形ですよ、ね、こう言いますけども、ちょっとズアップしてアップ、はい、斧なんじゃないかと、バトルアックス言うね、待って、なんか合わせなくてよかったなおのぶた、うめぇ、おのぶたってだけです、ということで汁ね、いきますけど、乳化してますね、非常にね、豚の甘みが飛び込んできます、ねえ、喉気をつけてください、飛び込んでくるんで、はい、お酢、ラー油、ごま油効いてますよ、ね、なんでちょっと酸っぱさが、あの鼻からこう抜けてくね、爽やかさがあるというのがつけ麺の特徴。なるほど、やっと麺来ました、ね、ポッチから120ぐらい、200ぐらい、350ぐらいの250ぐらい、500の時も、まあ、あるという噂もある、まあそれはブレーというか、そうですね、はい、で野猿の麺結構細いんですね、意外と、割と細めの平打ち麺ですね、で乳化したこのコテコテをまとって口にくるのでね、あの重量級ではある、細いのにね、逆にね、でこれねつけ麺にしますと、ビシッと冷たくてややポキが、これがたまらんってことなんだよ、麺のね、硬さが、そう、夏に向けてこれ、ただですね、僕は熱盛が好きなんですが、できるらしいんですね、熱盛も、野猿の熱盛やりたかったな、痛恨のミス2ですね、はい、ただ僕はやっぱり二郎のつけ麺大好きですよ、でということで、そういう時はどういうことをするんだね、どういうことをする、大好きということはですよ、じっくり続いてタイム、
そういうことなんですね。いやびっくりでしたね。びっくり見ましたね。あ、ここでね、卓上開始行く前にお茶を、あ、お水を挟んでね、セットして正確さをね、しています。精度の高い出荷レベルは4です。本当ですか？今まで何点だって4ってなってるけど急に4です。ぴったり4でした。はい、セットなんですね。FZ 醤油ですね、はい、これね、入荷の残りががね、校内にちょっと残ってたために、ちょっとじゃあリセットされてねえじゃん。なんだよ。やっぱ水と油とよく言いますけども、完全に除去はできてなかったみたいです。はい、でですね、つけ麺の汁、通常のスープとね、ちょっと異なってますので、うん、ストレートな返しを入れることによってかなり辛めになっていくという、うん、効果が期待できます。はい、はい、返しによるボディメイクしてみてはいかがでしょうかですね。もう麺のスープのボディメイク。あ、なるほど。言ってる。ファイナルファン、ファイナル麺。ファンタジーって言ったね、絶対今。気づいた。まあね、まあ、バレちゃいましたけど。まあファイナルファイトかもしれないけどね。歯しか言ってないから。歯が出てくるやつ、ね。ファイナル麺です。はい、ファイナル麺ね、ラストのね、これ一番いろんなこうエキスが溜まってるところに麺をぶっ込んで、うん、食べて、おおおおおおおね、指くねくねも。なんで？なんすか？なんて言わせたいんすか俺に。気分良くなっちゃって。自由なんで。89.3。言っちゃいましたね、僕は2年ぶりかな、ほう2年ぶりですね、うん、今僕絶賛、うん、二郎の2周目を行ってるところなんですよ、うん、あ、全天制覇、そう全天制覇2周目、強くてニューゲームですか今、あ、いや強くなってるっちゃなってるけど 1.5 倍ぐらいの強さです、うん、で僕があと、2周目で行ってないのは札幌、うん、新潟、うん、京成大久保、うん、湘南藤沢、うん、茨城守谷もありましたね。あ、茨城守谷も地方、ね、はい、あ、仙台も、会津若松も結構ありました。地方です、はい、地方栃木街道だけ行ってるんだよね。地方というか、地方都内ではない、はい、まあまあコロナ禍で行けなかったというのもありますんでね、はいはいはい、なんか行ってることあるかな、うん、大変なんだよ、撤収しましょう。タカさんものりさんの、はい、やべん知ってるし、どれぐらいいるんだろう、ね、やべんなね、撤収しましょうということですよ。会社じゃないですよ、撤収しましょう。撤収うThank you.